小笠原諸島。小笠原諸島は、東京都小笠原村の行政区域を指す。東京都特別区の南南東約 1000km の太平洋上にある34の島々からなる。総面積は 104km、南鳥島、沖の鳥島を除いて、伊豆、小笠原、マリアナ島湖、伊豆、小笠原湖の一部をなす。南鳥島を除く小笠原諸島は、 海洋近くの上に形成された海洋製陶湖である。太平洋プレートがフィリピン海プレートの東園に沿って沈み込むことによって誕生した。民間人が居住するのは父島、母島の2島。自衛隊などの公務員が常駐する島としては父島、伊王島、南鳥島がある。これらを除く島は無人島である。ちなみに小笠原群島は 小笠原諸島の一部の名称であるが、時折混同され、小笠原群島の意味で、小笠原諸島と呼ばれることがある。小笠原諸島は、生物地陸の区分上において、日本で唯一オセアニア区に属している。また、形成以来ずっと大陸から隔絶していたため、島の生物は独自の進化を遂げており、東洋のガラパゴスとも呼ばれるほど、貴重な動植物が多い。しかし、 人間が持ち込んだ生物や島の開発などが原因で、小笠原オコウモリや小笠原のすり、赤頭からスバと、母島目黒などの動物や無人ツツジ、無人のボタンといった植物など、いくつかの固有種は絶滅の危機に瀕している。周辺の海域では、クジラやイルカが生息しており、それらを見るために島を訪れる人も多い。また陸上では、人間が持ち込み野生化したヤギも生息している。 日本の気候区分では、南日本気候、欠片の気候区分では、向島列島、七島列島、母島列島、西の島が温帯に、火山列島、南鳥島、沖の鳥島が熱帯に属するが、温帯に属する地域は、一般的に亜熱帯とされる。それに合わせて、海洋性気候にも属する。年間を通じて暖かく、夏と冬の気温差は小さい。 春から初冬にかけて台風が接近する。梅雨前線はこの地の北に現れ、太平洋高気圧の支配下となるため、北海道と同様に梅雨がないとされる。気象庁による有人観測施設は、父島気象観測所、南鳥島気象観測所、2カ所とも、高層気象観測も実施、アメガスが母島、雨量のみ観測に設置されている。なお、 小笠原諸島には気象レーダーが設置されておらず、気象レーダーによる観測が行われていない。また、2008年3月26日まで、日本全国で唯一気象に関する注意報、警報及び週間天気予報は発表されていなかった。ただし、小笠原諸島周辺海域は2017年現在でも地方海上予報区の区域外であり、海上警報も発表されない。 19世紀初頭、林支兵の三国ツーランズ説から、小笠原諸島が、ボニーアイランズとして、ヨーロッパへ紹介されると、各国の船舶が、小笠原諸島へと寄港するようになった。1827年、イギリス海軍のブロッサム号を、率いるフレデリック・ウィリアム・ビーチーが、現在の父島二見港から上陸すると、前年行方不明となった、イギリスの捕鯨船。 ウィリアム号の乗組員二人と遭遇し、他国の船も来航していることを知ったビーチーは、領有宣言版を、島内の木に打ち付け島を離れた。ビーチーより、小笠原諸島の存在の報告を受けた、財宝のルルイギリス領事は、ボニーアイランズへの入植計画を進め、1830年、欧米人5人と太平洋諸島出身者25人による入植団を作り、 現在の父島へ入植を果たした。この後も各国の船舶は水や食料を確保したり病人を下船させるなど様々な目的で頻繁に小笠原諸島に寄港した。小笠原に漂着し外国船に助けられた日本人から伝わる情報やペリーの小笠原諸島に関する覚書におけるこの地への評価から小笠原諸島は幕府首脳の関心を引いた。 1861年江戸幕府は列国講師に小笠原の開拓を通告した。1862年1月、文久元年12月外国奉行、水野忠則の一行が、管理丸で小笠原に赴き、外国人島民に日本が管理することを告げた。その後八丈島から日本人の入植者が送り込まれ開拓が始まった。最新の研究が示したように、 文久年間の小笠原開拓は徳川幕府にとって、外交上の挑戦のみならず、私的かつ環境的変遷も引き起こしたのである。小笠原諸島の測量に関わった、小野智五郎は製図学の最新方法を活かし、小花作之助などといった探検家は、異国的環境についての情報を収集した。阿部くぬぎを筆頭に、数人の本像学者が、小笠原在住の異国人と交流し、 その文化について学んだのである。1863年8月、文久3年5月に、西洋列強の圧力で、幕府は大島を命じた。一新後の1875年12月は、明治政府は小笠原諸島を改めて開拓した。第二次世界大戦終戦以降は、連合国軍の占領下に置かれ、連合国軍の一国であったアメリカ軍の 占領担当地域になった。アメリカ軍政時代には、アメリカ海軍の基地が設置され、物資の輸送は1ヶ月に1回グアム島からの軍用船によって行われた。欧米系住民は、戦前の土地区画に関係なく、決められた区画に集められ、その多くはアメリカ軍施設で働いた。島民の自治組織として5人委員会が設けられた。島の子供たちは、 アメリカ軍の指定のために1956年に設立されたラドーフォード提督諸島学校でアメリカ軍の指定と一緒に学び高等教育はグアム島で行われたアメリカ軍によって戦前の土地区画に関係なく決められた区画に集められたことは日本返還後も効率的な開発の都合から踏襲され戦前の土地所有者との保障交渉で揉めることとなった また、後に、日本国政府の意向を無視して、父島に核兵器の貯蔵施設が作られていたことが、アメリカの情報公開によって知れ渡った。軍政時代に数機の核弾頭が保管されていたという。1950年代にも国務省が、小笠原の日本返還を検討したが、アメリカ海軍をはじめとする国防総省が反対したため、頓挫した。その理由は、 核兵器の保管だったという。変換後、欧米系住民の指定は、日本語教育の困難な問題により、アメリカ合衆国に移住した者も,もいた。欧米系住民が話していた英語やハワイ語の語彙と、日本語八条方言。八条語、日本語共通語が混合された、独特の言語、小笠原方言などと呼ばれる美人言語、クレオール言語が存在する。 伊豆諸島の系統を引く山と民族的なものと南洋諸島に移住した島民などから伝えられたミクロネシア系民族の影響を受けたものが共存する。校舎の民謡は南洋鳥と呼ばれ2000年に東京都指定無形民族文化財となった固有の植物や海産物が多く採れ、母仁コーヒー、海亀肉、島魚を使った焼き物、煮物、島寿司、 味噌汁、ピーマカ、魚の酢漬け、ビネガーの添加、パッションフルーツ、マンゴーパパイヤグアバなどを用いたデザートやリキュール、ダンプレン、ダンプリング、欧米系住民の食文化などがある。小笠原の就業者のうち公務員が3割を占め、観光業や飲食業などを加えて、第3次産業従事者が7割超である。以下第1次産業が1割、第2次産業が2割となっている。 パッションフルーツ、レモン、マンゴー、コーヒー。日本では沖縄諸島と小笠原のみの栽培のほか、蜂蜜、甘露蜂蜜、塩、ラム酒の製造も行い、土産のほか本土にも出荷される。サツマイモや朝顔など一部の農産物や植物は、本土には存在しない害虫の異質を防ぐため、諸島外への持ち出しに厳しい制限があり、消毒などの手続きを要する。 他国の産後密漁での密航船が増加し、衝突などを恐れて漁を控える漁船が相次ぎ、地元漁業へ近年問題化している。七島に、小笠原村立小笠原小学校、小笠原村立小笠原中学校と東京都立小笠原高等学校、母島に小笠原村立母島小中学校があり、初等教育及び中等教育の教育機関は揃っているが、 高等教育を受けるために島を離れる子供は多い。ことをゆえに、教員の数も不足しがちと記載されている書物もあるが2009年、現在のところ定員確保はされている。NHK 学園、放送大学などの通信教育を積極的に活用するなど、質の高い教育を維持するための模索が続いている。21世紀になってから小笠原でも生涯。 学習機関設置の要望が高まってきており、どのようにすべきか検討している。本土からの物資輸送は、定期船、小賀、沢原丸入港日に焦点に、品物が入荷されるため、その直前は販売品が少ない。小笠原諸島では曜日に関係なく船の入港日に、合わせた活動が行われている事例あり、船が島に停泊していない、船が東京に戻り、 観光客も大半がいない日は閉まっている店舗も少なくない。都では生活必需品に限り運送費を補助し価格の安定化を図っている。物流面の制約からファーストフード店やコンビニエンスストアといったチェーン店は存在しないが個人経営の食堂や商店などはあり食料品や日用品も販売している。書店はなく購入できるのは 商店で売っている、ごく限られた雑誌や本のみである。新聞の宅配もなく、おが、沢良丸の入港時に一週間分の新聞をまとめて、商店に並べる。スーパーマーケット、レジ袋は、有料、レストラン、薬局などは揃っている。父島の農協直売所では、初島内で収穫される、亜熱帯果物が手に入る。現金自動預け払い機は、 東京当初農業共同組合、JA 東京当初小笠原父島支店に、併設された東京都信用農業、共同組合連合会小笠原東大理店と、小笠原郵便局、新素系カードは、七島信用組合小笠原支店で利用可能。飲食店、商店が、JA、漁協売店を含めて数軒、鮮魚店とガソリンスタンドが、各1軒存在する。 飲み屋を除いてはおおむね午後6時までの営業である。定休日は農協売店が、小賀・沢原丸出港日。翌日、漁協売店が日曜日。個人経営の商店も日曜日。ただし、小賀・沢原丸入港中は、日曜日も営業となっている。鮮魚店は平日午前8時から2時間の営業。離発店はない。父島と母島に一曲ずつ設置されている。 二曲とも風景印が配備されている。自社による宅配便事業を行っているのは日本郵便、U-PAC の一社のみである。他の宅配便業者は基本的に小笠原海運を通して地元にある運送会社に連絡運輸、他業者差し込みという形をとている。なお、小笠原丸が宅配便を扱う事実上唯一の交通手段に なるため配達には相応の時間を要する。また、期日指定ができないほか、各社ともクール便の取り扱いはしていない。上記の理由により通信販売は制約が生じる場合がある。日誠など、小笠原諸島への取り扱いを行っていない業者も、あるほか、商品の発送については、代金引換への対応を行わなかったり、銀行振込にいる。 代金先払いを要請する業者もあるという。それでも、小笠原諸島の住民にとって、通信販売は、日用品を得る貴重な手段である。小笠原諸島は、ヤマト運輸の宅急便のサービスが、日本で、最後、1997年11月に営業を、開始した地域である。ヤマト運輸では、サービス開始当初、新聞の1ページ全面広告で最後の、 営業開始地域が東都である旨を見出しにして、全国100%がサービスエリアであることを PR した。なお、父島にあった宅急便センターは後に撤退しているが、運賃体系は引き続き通常のものが適用している。小笠原の電話は、戦前に本土小笠原グアム間の海底ケーブルがあり、1905年、 明治38年に本土との公衆電話が開通している。戦後は1969年、昭和44年に、父島から調子無線電報局を相手に、単波回線による運用を開始したことに始まり、1983年、昭和58年まで単波対多重無線による電話が行われていた。当時は回線が数回線しかなく、 オペレーターに通話を申し込む方式で電話が殺到すると待たされることも多かったようである。電波障害により雑音が混じり通信が困難になることも多かった。1983年昭和58年からは通信衛星を利用した本土とのダイヤル即時通話が始まった。しかし衛星を利用しているため音声が若干遅れる。母島において 戦後、一般加入電話は1983年、昭和58年まで小笠原、村、役場母島支所、小笠原島農業協同組合母島支店、当時、小笠原母島漁業協同組合の3回線のみで、あった、東京都小笠原市長島市長所は、行政無線、ご用建設は、独自に単波体に、無線改善を持っていた。 携帯電話は1999年、平成11年から父島と母島の一部で、NTT ドコモの音声通話のみ使えるようになったが、当初は i モードが使えなかった。フォーマは2006年、平成18年6月8日より、フォーマプラスエリアとして、父島と母島の一部地域で使えるようになり、モーバでは利用できなかった i モードとデータ通信も、含め、 フォーマの全サービスを利用できるようになった。利用可能機種は、フォーマプラスエリア対応機種に限られる iPhone 3G、3GS、4の SIM フリー版は正式には対応していないが、フォーマプラスエリア周波数帯を受信できるため、利用可能である。KDDI の AU は2007年、平成19年3月末までに、父島の一部地域からサービスを開始し、 イスウェブも利用可能。母島は2012年、平成24年7月よりサービスを開始した。ソフトバンクは2011年9月6日に、父島、2011年11月上旬には、母島にて 3G ハイスピードのサービスを開始した。突起ない場合は、父島、母島、アマチュア局に対して JD1 で始まる。 プリフィックスというコールサインが本諸島地域へ指定される、本土及び伊豆諸島とは別地域扱いされることから、このコールサインを使用した更新を行うべく、アマチュア無線の運用を目的とする旅行者も存在する。父島にアンテナなどの設備指揮を備えた宿、民宿、境裏ファミリーがあり、貸し出してくれるため簡単に運用することが可能である。 アメリカ無線中継連盟が発行する DXCC というアワードにおいては日本は南鳥島、南鳥島以外の小笠原諸島、小笠原諸島以外の3つのエンティティに分けられている。南鳥島については他の陸地と大きく離れており別のエンティティとされる。南鳥島以外の小笠原諸島は日本本土との最短距離が177マイルで距離に 関する規定の225マイル以上は満たさないが、行政上の扱いによる規定により、日本復帰時に小笠原が本土と異なるコールサインを使うとの条件により、日本アマチュア無線連盟が優勢省に折衝し、JD1 のプリフィックスのコールサインを指定することで本土とは別の関東当時の故障、1998年解消になった。なお、 R 期間史1949年3月号のカントリーリストによると、日本復帰前のコールサインは、米国の KG6IAI 図、太平洋諸島新宅等治療の一部が指定されていた。1972年の沖縄県の本土復帰に当たっては、小笠原のようなコールサインの指定が行われなかったため、沖縄県は本土と同じエンティティとして扱われている。 復帰前の沖縄は、KR6、米軍関係及 KR8、琉球人。また、電話の項に記述しているが、以前は、本土との優先系電話が非常につながりにくかったことや、七島と母島間の通話が困難だったことから、かなりの島民が開局していたが、優先系電話回線の改善によりその数は減少した。 開局していた島民の大部分は単に日常、通信手段としてアマチュア無線を使っていたためで、2014年3月31日現在、島民による当該向け運用は、父島、母島、小笠原村で住民登録できるのは父島、母島のみ合わせても一桁程度で、JD1 のアマチュア局が聞こえていても、その運用のほとんどが旅行者によるものである。 日本国内向けの衛星放送、BSCS 放送は視聴できるので、ここでは地上系による放送に限って記述する。地上波テレビ放送はアナログ放送のみ放送されていたが、2011年7月24日正午をもって地上波中継を停止し、以降は村が付設した光ファイバーケーブルによる小笠原村ケーブルテレビ経由となっている。 小笠原のテレビ放送は1976年に父島、1977年に母島にケーブルテレビ局が開局し、今度から船便で送られたテレビ番組を1日数時間放送したことに始まる、後日の BS 実用化放送開始により廃局。この方法では、ニュース番組が生放送できないため、共同通信が自社の船舶向きファクシミル通信で、 小笠原向けニュース配信を行っていた。本土と変わらないテレビ放送としては、1984年の NHKBS 実用化放送開始により、小笠原でも BS の番組が視聴できるようになったことに始まる。1996年から東京都による南市町対策用衛星中継回線の運用が始まった。江東区大見にある テレコムセンターにて、東京タワーから発射される NHK や民放の放送を受信し、デジタル圧縮を行い、信号のスクランブル化を施し、SHF 波、KU バンド 14GHz 帯に変換した後、電波を通信 s a JCSAT-35 に送信、アップリンクしていた。地上波をわざわざスクランブル化とデジタル圧縮を施していた理由は、 衛星回線を使用しているため、小笠原地域以外、本土や近隣諸国などでその電波を傍受される可能性があり、再送信目的の放送を他地域で視聴されるのを防止するためである。スクランブル方式は、小笠原向け方式といわれる独自の方式で、このスクランブルを解読するデコーダーは一般では入手できなかった。衛星では C1 度4ガヘルツ帯に、 周波数変換され、父島と母島にある地上局で、それぞれ受信、ダウンリンク、スクランブルを解読、デスクランブルし、上表の UHF 波に変換した上で、島内設置の送信所から UHF 再送信していたが、一部の地区では、協調受信により、東京タワー本局とほぼ同じチャンネルで受信できるように、チャンネル変更していたただし TBS4CH。 東京 m x も c h 日本テレビ 6CH となっていた。NHKBS は、上表と同じ。衛星回線の使用には、年額4億円もの莫大な費用がかかることから、この放送の主張のため、当民から毎月3000円を、テレビ放送受信費として徴収し、NHK や、在京民放各社も、費用を出していた。 天候変化に弱いマイクロ波の衛星回線を使用しているため、大雨時などの際に受信障害が発生していた。2011年7月のアナログ放送終了による地上デジタル放送への移行について、衛星回線経由と海底光ファイバーケーブル経由が検討されていたが、インターネットなどの通信事業と合わせて、都が主体で情報基盤が整備されることとなり、 小笠原向けの地上デジタル放送の伝送は統合情報基盤公ケーブルと称される海底ケーブル経由で行われることとなった。報道によると2009年内に業者選定及び工事発注を行い2011年7月の地上アナログ放送終了までには整備を終わらせる予定と報じられた。また、父島、母島での地上デジタル放送の伝送方法については アナログ放送時代の中継局設置ではなく、季節の小笠原村栄光ファイバーケーブルによる小笠原村ケーブルテレビを利用することなった。2011年5月18日、統合情報基盤公ケーブルと小笠原村ケーブルテレビを通じ、在京各社の地上デジタル放送の試験放送が開始された。放送開始までの間は、東京 MX を除き、 地デジ南市対策衛星放送 BS セーフティーネット標準画質放送によって地上デジタル放送が受信できる地域に指定されていた統合情報基盤高ケーブルでの放送派の伝送ルートは八丈島にある八丈中継局を同島内で受信しここから父島及び母島に向けて海底伝送される小笠原諸島には長らく NHK 民放を含めて ラジオ中継局が存在しなかったため、超短波放送は異常電波時以外は全く聞くことができず、中波放送も一部地域を除き電離層に反射して届く夜間限り聞くことができる状態で、直接受信で終日聴取可能な国内放送は、スターデジオと CS ラジオ各局、BS デジタルラジオの放送大学、短波放送のラジオ日系だけであった。 国外向けの短波放送 NHK ワールドラジオ日本が受信される場合もある短波のほか NHK ワールドのテレビ放送で使用している衛星を用いたデジタルラジオ放送も行われているがこちらは国外衛星放送受信装置と C バンドの LNB パラボラアンテナ国内衛星放送より大きめのサイズを用意すれば終日安定した 電波、テレビ FM ラジオ並みの高音質で聴取可能。NHK の国内放送に関しては、放送法で、協会は、中波放送と超短波放送とのいずれかを呼び、テレビジョン放送が、それぞれあまねく全国において受信できるように装置を、しなければならない、止められているため、中波放送、NHK ラジオ第一、第二、または超短波放送、 NHKFM のどちらかの中継局は必ず設置し終日聴取できるようにしなければならない義務があるものの長らく開局の目処が立っていなかったが2013年3月31日から父島、母島にあったアナログテレビ放送の中継局を再利用する形で NHK ラジオ第一、第二 f m 放送の三波すべてで中継局が設置れた。なお、 中派の NHK ラジオ第一、第二は外国派による渾身対策のため FM 派での送信である。NHK 東京第一放送と東京 FM は小笠原村が尊衛高ケーブル回線を利用して実施している防災行政無線の個別受信機によりモノラルで聞くことができる。両局以外の放送については在京の民放ラジオ各局東京 FM 及び 東京林県 FM3 局含むが、インターネットラジオ、ラジコにより、NHK のラジオ第 2FM 放送、東京第1放送を含むは、2011年9月1日に運用開始された、インターネットラジオ、NHK ネットラジオラジルラジルにより、配信しており、PC やスマートフォンからインターネット経由で聞くことができる。 父島と母島にそれぞれ尊営診療所があり、医師と歯科医師がそれぞれ常駐している。問診のみならず、一般的な血液検査機器、自動血球計算機、自動性化学測定機など及び、超音波画像診断装置、上部消化管内視鏡、単純 X 線撮影装置、X 線透視装置、ヘリカルスキャン CT 装置が、両頭に配備されている。これは特に、 母島診療所においてこの規模の離島としては国内に類をない設備である。これを保管するために専門医による診療は定期的巡回診療の際に行われる。診療所で対応困難な急病人が発生した場合は村役場からの連絡を受け、東京都知事が海上自衛隊に出動要請を行って海上自衛隊機で搬送することになる。後日 本土から小笠原諸島へは非常にアクセスしにくいため、島内で急を要する重病が発生した場合は、自衛隊による搬送が行われる。海上自衛隊予島航空基地所在の救難ヘリコプターにより一貫洋へ向かい、伊予島から海上自衛隊や航空自衛隊の航空機によって本土に搬送される方法、または海上自衛隊岩国基地所在の 第31航空軍第71航空隊が海上自衛隊厚木基地に常時一気待機させている難飛行艇で本土へ搬送する方法がある。以前は小笠原のヘリポートに夜間照明が設置されていなかったため夜間に発病すると手遅れとも言われていたが現在は夜間でも搬送ができる。父島と母島以外の島港の公共交通機関 またはそれに準ずる一般客向け輸送機関は存在しない。また、父島や母島へ行く場合も、交通手段は、小川、沢原丸、母島丸のみ。父島には、小笠ン村ーバスが運行されている、東京都シルバーパス使用か。他には観光タクシー、レンタカー、レンタルスクーター、レンタサイクルがある。初島外から自家用車やバイクを持ち込む場合は、 貨物扱いとなり、125cc 以下のバイクは、チキ、受託手荷物扱いとなる。母島には、定期公共交通機関がない。レンタカー、レンタルスクーターがある。レンタカー、レンタルスクーターの取扱店は共に一件であり、それぞれ保有台数は少ない。予約をしておらず、当日朝の先着順で貸し出しを行っている。その他、島内各は、 優勝運送、乗り合いタクシーを行っている。母島発遊覧、遊漁船が運航している。かつて父島には、須崎地区に大日本帝国海軍の飛行場があったが、戦後はヘリポートのみで固定翼の陸上機が発着できる場所がない。空港のない父島列島には、以前から民海航空路線開設の要望がある。海上自衛隊父島基地には、 飛行艇用の揚陸スロープが設置されており、岩国基地所属の飛行艇が飛来するが、急病人及び東京都知事や国務大臣など、要人の搬送を目的とする場合に限られている。1994年2月の小笠原行講系では、US-1 が使用された。下記の都議会予算特別委員会などで、今までに、七島須崎、千メートル級滑走路、新島、 1600メートル急滑走路、父島しぐれ山を予定地とする空港建設がそれぞれ検討された。日本航空のグループ会社の JA などが使用する ATR42 などの中型ターボプロップ機は、航続距離1700キロメートル以上ながら1200メートル急滑走路での運用が可能で、40名前後の旅客型の他に、コンビ機、旅客と、 貨物兼用の設定も可能である。これらは旅客機としては低価格であるが、パイロットには機種別の限定ライセンスが必要であり、人件費と維持費や燃料代などが需要と釣り合うかは不明である。このような中型機は、須崎候補地では運用できないが、キングエア350や、ホンダジェットなどの小型ビジネス機や、デハビランド型 DHC-6 などのエストールが、 可能なコミューター機は1000メートル級の滑走路に大王子本州まで直行できる。しかし乗員は10名前後で大型貨物は搭載できないなど制約もある。水蒸気は陸上機に比べし各社機体が少なく機体価格も高価で運行が海の状況に左右されるものの滑走路が不要となり地上の設備が最小限で済むメリットがある。海上自衛隊が採用する。 US-2 には民間向けとして、コンビ機仕様の計画が存在するが、1機が120億円と、高価で資格者は、海上自衛官と少数の OB のみであり、民間への売却が行われるかも不明である。クエストコディアックや DHC-6 には、水陸両用モデルが存在し、セト内チシープレインズでは遊覧飛行であるが、水蒸気として、運行実績がある。 また d c 6は、スリランカ航空が、滑走路のない観光地の姉妹客を送迎する、エアタクシーとして利用している。小笠原村議会の特別委員会では、エストール性能を向上させ800メートルの、滑走路に対応する ATR42 から 600S が候補とされたが、メーカーでは運用開始を2020年の予定しており、飛行テストも完了していない。民は、 定期航空路線の開設を絶望しているが、定期路線には制約が多く、日本国内の地方路線では、燃費の良いコミューター機でも採算が合わず縮小や撤退が続いている。航空会社は ATR42 から600を導入している日本エアコミューターなどが有力視されているが、取材には明確な答えを出していない。なお、チャーター便や、 エアタクシーなど不定期路線であれば制約が少なく、水蒸気による不定期便であれば、現在でも実現可能である。新島候補地では、七島との交通手段を確保する必要があるなどの困難を伴い、貴重な動植物の保護の必要があることから、空港建設のめどは立っていない。羽田空港からの民間飛行艇による運航や、 大島航空基地を経由した大型ヘリコプターによる運航、同じく大島から船便での運航など空港を、父島列島に建設しなくて済む方法も検討されているが、結論は出ていない。古くからの住民の多くは、空港建設を熱望している一方で、小笠原の自然に惚れ込んで移住した、新住民の多くは卑怯らしさを残したいため、簡単に行き来できる空港建設に、 消極的であるなど、島民の意見もまとまっていないと言われる。また、世界遺産登録後は、環境の悪化に対する懸念も浮上している。2000年には、横浜港と小笠原、新島との間を、飛行艇で、定期航空路を開設する計画を、横浜国際航空が発表したが、実現していない。2005年、東京都知事、石原慎太郎は、 テクノスーパーライナーの就航断念を受け、空港が地域振興に極めて必要であるとして、環境に配慮しながらも最低限の第三種空港を建設する意欲を明らかした。その方法として、羽田空港 D 滑走路建設で検討されながらも、採用されなかったメガフロートと地上滑走路の併用を考えていることを明らかにした。 2006年3月15日の都議会予算特別委員会で石原都知事はかつて旧日本軍が建設した飛行場があった父島須崎地区を空港として利用したい旨表明した。2018年1月5日小池百合子都知事が定例の会見において平成30年度予算案に小笠原諸島における空港建設のための調査費を計上したと伝えられた。 滑走路は1000メートル以下を想定しているとの報道がある。海上保安庁南鳥島ロランシー局は2009年平成21年12月をもって運用を終了している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。